のステージはこの発表会のプレゼンターの方を、はいはいはい、早速お呼びしましょう。そうですね、大きな拍手でお迎えください。レーザーラモン HD さんです。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう一度レーザーラモン HD さんお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。見ていただきまして、すごい声響きましたね。いや、やっぱり吹き抜けというか、はい、素晴らしい感じになってます。そうですね、響きましたけども、はい、アポロビル45周年でございますけども、はい、どうですか、天王寺、はい、安倍のとかっていうのは、まあ、今東京に住まれてると、はい、そうですね、はい、大阪に住んでた時代は、はい、私もすぐそばの、はい、飛田新地の方に住んでます、はい、えらいとこ住んでましたね。えらいとこに住んでました、はい、ここはもう本当にランニングコースでもあり、なるほど、はいはい、デートコースでもあり、そうですね、お世話になりました、本当に安倍の天皇には、はい、なるほど、はい、なるほど、お世話になったということで、お世話になりました、はい、あとドヒポンタさん、はい、今野菜のね、はいはい、売られてお店持ってますけども、はいはい、昔お店を持つ前は、はい、移動やおやをしてたんですよね。なるほど、トラックで、はい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 、僕もアルバイトで土井さんの下でやってたんですけども、安倍の近辺にも 店、はい、店こう運んでいって売ってましたよ。すごいですね、ゆかりありますね。結構ゆかりはすんごいあります、はい、ということでございますけども、はいはいはい、今回のですね、イラスト大賞部門前の最優秀賞を HD さんが決めるということなんですけども、はいはい、最近はテレビでその絵の仕事とかも、そうですね、大阪でいうと正義の味方という東野さんがやってる番組の挿絵をイラストを描かせていただいたり、はいはい、各方面でいろいろ映像も、そうですね、あと、番組の企画ですけども、はいはい、漫画家の方とデッサン対決、はい、江川達也さん分かります？はい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 、カルルート君とかね、はいはいはい、4戦して3勝しました。すごいな。そうだ、すごいですね。江川さん弱すぎるでしょ。いや、江川さんもすごいんですけども、それを超えちゃいました私。すごいですね。いや、もう映画もだいぶその心得があるということで、はいはい、ありがとうございます。わかりました。HD さんが、最優秀賞を決めていただくということでございます。いいんですね、それで本当に。まあちょっとこんななりの人は決めるんや、そうなんです。嫌ですけどね、僕はちょっと。そうですよ、多分かなりの反対案とか誰かがね、決定権あるか誰かが押したんですよ、これ。いや、でも実力は本物ですからね。いや、絵は好きですし、見た目だけちょっとあれです。そうですね、見た目はちょっとね、もうこれもアートといえばアートですし、そうですね、かなりアートです。彫刻みたいな体してますけど、決めていただくということでございますけども、はいはい、その発表の前にですね、今日は我々も早く入って、はい、その安倍の天王寺のイラストを描かさせていただきました、はい、皆さんと同じ題材でね、描いてましたね、描きましたよ、それを、はい、HD さんにね、はい、見ていただこうということでね、はい、ね、早くに楽屋に入ってね、そうなんです、書いてましたよ。1時間以上前に入りまして、はい、バッとね、いろいろ書きました。はい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 、はい、じゃあ、まあ早速僕から、じゃあちょっと大林の方から、はい、いいですか、はい、大林君のイラストお願いします。僕はこれです。はい、せいでしょう。何ですかこれ、ほぼ字、ほぼ字を、ほぼ字なんて書いてあるんですか。この彼がね、言ってるんですよ、はいはい、彼がね、はいはいはい、天王寺、安倍のは遊ぶとこ多いな、ハルカス、ルシアス、天王寺動物園、アポロビル、ミオ、ミオの M って浅いな、浅い、ね、M じゃなく、M やねんなっていうね、ミオの M 浅いなっていう、ミオの M 浅いな。こうなんですか、表記がね、表記がね、後で皆さんお帰りの際見てください、 M のこのこのへこみが浅い、へこみが浅いな、ちょっと浅いやねんせ、はい、今日来る時に思ったんです。いや、なんだ、ミオの M って浅いねんなと思って、私絵描けないんです。いや、もうこれでわかるもん、この太陽。そう、木星かよ、こんなの、ね、本当にイラスト描けって言われたんでね、ちょっとでも絵に近づけようと思って。なんだこの緑のこのジョンジョンジョンって、草です、草。全然いらんない、草がもう浮いてるやん、もう、うん、
草です。すいませんが、草書かせてもらってます。その人なんかスキンヘッドなんその人。怖っ。何考えてるかわからない。クローンみたいな顔してる。怖っ。怖いわ。怖いわ。はい、何これ。下手ですか。下手よ。下手というか、まあ、下手の要素も少ないけど。でもあるある的には100点ちゃいます。いや、まあ、ビオの絵の浅いっていう。まああの RG さんがもしね、はい、あの安倍の天王寺あるある歌うなら、はいはいはい、これ言うでしょうね。ビオの絵でも浅い浅勝ち、ね、僕いらないんで RG さんにあげますから、ある、これね、はい、もうせいでしょ本当に、すいませんね、じゃ僕もはい、僕はこちらですね、何やねんこれこれ安倍の集結させたんですよ、いろいろ安倍の集結、一応これがこれハルカスですね、ハルカスこれ通天閣です、あほんまで一応ミオもあります、あミオでこの、ここですね、はい、ルシアス、ルシアス、はい、で一応僕らあのネタでやってる神様が真ん中にいてでこう安倍の街、あ一応あの像が後ろから出てます、あほんまや、はい、全然見えない、ちょっと見えてるわ、そうですね、はい、でこれで、安倍のと待てやほんまいや見えへんしお客さんに、はい、キュッとしたね、なんかありますやん映画とかでもね、出演者がなんか一箇所のところにバーッとこのいろんなポーズで固まってるみたいな、うん、映画のポスターなんかああよくありますね、はいはい、いっぱいのね、ああいう感じですよ、はい、いや違うんです、画面いっぱいにかけよそれを、そうああそうでこれでも同じぐらい時間かかりましたよ、この大きさ大きくしようがしまいがで、ね、細かかったんでね、結構いやもう5分で終わってたよなあ1時間前に入って、はい、5分で終わってすぐ弁当食ってたほんまやモンスターエンジンさんがまあ普通に書くのもねみたいなことを言われましたので多少ふざけていただいてもいいかなと思いますよと多少ふざけて指示通りにしちゃんとやりました、はい、やらさせていただいて、はい、芸人ですけどね、ジジイさんもやっぱ書いたんでしょ、それだけその人のことをうわーと言うのであれば、そうですね、エイジーさんここで分かりますからね、はい、そうですよ、私も書きました、はい、はい、見せていただきましょう、じゃあエイジーさんが書いたやつを、これだけね我々が書いたのをな、はい、あーだこうだ言うということが、はい、それはもう立派なものを書いたのでしょう、はい、ちょっと待って、大丈夫かな私書きましたのは、はい、こちらでございます、せいでしょう、うまい、すごい、どうです、うまい、拍手をください。バイ中山筋肉です。はい。しかも、ね、これを1時間以内に仕上げるというのがすごいですよね。まあ、1時間ぐらいで、はいはい、仕上げましたね。1時間で、すごいですよ。まあ、一見その、はい、これ安倍野のね、ハルカスがあって、はいはいはい、街並みが、はい、破壊されてる感じも出てますけども、確かにちょっとマイナス、はい、まあ安倍ね、安倍野天王寺は、はい、この怪獣が、はい、ゴジラらしい怪獣が来るぐらい、はい、まあ、有名な街で、なるほど、はい、それを守りに来るウルトラマンらしきやつが、はいはい、倒しに来るぐらい大事な街だという飛びまくりの絵でございます。なるほど、そういう意味が込められたんですね。はい、そういう意味です。なるほど、はい、ゴジラが映画化とかになったりしたらやっぱね、ハルカスとか潰しに来そうなもんです。やっぱ大体東京湾に現れるんでね。そうですね、はい、大阪となれば、大阪舞台になればもう天王寺潰しに来ますから。なるほど、大阪湾で現れた場合ここまで結構遠いですちょっと遠いけどな、結構潰しまくってそれまでにちょっと倒さないかもしれんけどやっぱ、ね、いろんな名所があるから、はい、狙われますからね。いやでもすごい1時間、これは何を使って書いたんですか、はい、これアクリル絵の具っていうの、まあ、水彩と油絵の具の間ぐらいの水でも、溶けるし、はい、でもこう油絵っぽいこの何ですか ね、 そうですね、パキパキした感じも出るというね、はいはい、で乾くのが遅いんで何ですかね、こう色を黒塗って、こうやって黒塗ってこう白塗ったらこう何ですかね、シャーってなって、わかります？急に説明がチープにシャーってなって、こうなんかちょっとこうなってますもんね、シャーって上のラインがポッと出るんです、ちょっといい感じになってますもんね。専門用語みたいなのはわからない。そう、なんかこうシャーってなって、グラデーションっていうんですか？なるほどね。はい、はい、はい。出やすい、なんかこうそれっぽくなるというかね。なるほど。1時間で簡単にぽくできるみたいな。そうなんですよね。すごい上手な絵、はい、おすすめです、アクリル絵の、はい。はい。こちらの絵がですね、はい、今回のイラスト大賞の受賞者の方の作品と一緒に、はいはい、我々3人の3人ともですか、3人ともはい、作品が名前貼らんといてくださいね、貼りますよ、そら晒し物にしてほしいよ、それは8月25日金曜日から9月30日土曜日まで
結構な期間残暑終わったぐらいまでもう1ヶ月約1ヶ月ちゃんとあの言い訳書いといてやそのこういうことからっていう書かないとダメですよ、注釈をたくさん、そうそうそう、9月の30日土曜日までご覧いただけるということなので、はい、ぜひお越しになってもう一度ご覧になってください。作品の中から小学生以下の部門と中学生以上の大人部門の2つの部門で、はい、アポロルシアス賞に入賞された各6作品を紹介し、その中から最優秀賞を各部門ごとに表彰を行いますと、まずはじゃあ早速いきますよ、はい、まずは小学生以下の部門のアポロルシアス賞に入賞された皆さんの登場です。どうぞ。では早速一人ずつね紹介していきましょうか。一、はい、人目は、大阪市東住吉区からお越しの羽田れなちゃん。れなちゃん、れなちゃんが描いたイラスト。あら、れなちゃん。モニターにも映し出されるということで。あ、出ました。はい、タイトルは、はい、安倍の天王寺大冒険でございます。おー、はい、冒険やね。ルシアス、じゃあハルカスかな。ハルカスですね、はあ、ほら上の方にいますよ、あれね、あれ、あれ、レナちゃんかな、あれ、あれ、レナちゃん、あれ、レナちゃん、あ、上の方にビルの上の、うん、ビルの上覗いてるわ。ちょっとなんか助けてって言ってる感じやね、ちょっとなんか火事ではないよあれ、レナちゃん、あれはレナちゃんじゃない、上のこれ この人はレナちゃんを描いたの。あ、レナちゃんね、レナちゃんです。なるほど。これは何で描いたの？筆と鉛筆で描いたそうです。あ、まあ、あの多分水彩絵の具と、絵の具と、はいはい、そうですね、鉛筆も、鉛筆と使ってますね、はい、はい、こちら安倍の天王寺大冒険という、はい、えなちゃんの作品でございます。素晴らしいです。ちゃんと覚えてくださいよ、 HD さん、ちゃんと審査委員長なわけですから、はい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 、そうですね、審査をするわけです。はい、審査してますよ、私は。はい、じゃあどんどん行きましょう。続いて2人目は大阪市東住吉区からお越しの田中凛くん。凛くん、はい、作品のタイトルが、はい、電車と大好きなみんな。おお、電車と大好きなみんなが乗ってるのかな。本当だ、クレヨンで描いた、クレヨンで描いたよ、乗ってますよ、乗ってますよ、みんな、ね、乗ってますね、乗ってるね、みんな、うん、これは何かな、これは何かな。お家ね、お家と、これは太陽、太陽がサングラスしてるのかな太陽側が自分の光が眩しいですねすごいシュールという、太陽側がサングラス、アートやね、それほんまに、メッセージ性がなんかあるよこれはなかなかすごいね、電車と大好きなみんなという、素晴らしい作品でございましょう。じゃあ続いて3人目いきましょう。3人目は奈良県生駒郡からお越しの阿部育志くんですね。作品のタイトルは電車を見ながらござ候。おお、かっこいいタイトル。これは何電車かな。ブルーシンフォニー。あ、ええやつや、あのブルーシンフォニー、寝台列車みたいなやつ、なんか高級なやつですよね。まあ食事できるやつですから、なんかそんなやつですよね。そうやね、多分ね、はい、特急とかそういうやつや。へえ、ブルーシンフォニーか。詳しいね、電車好きなんや。電車好き。ちょうどいいのあったから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 。謎の返しがやってきました。電車好きなんて聞いたらちょうどいいのがあったから。迷いない返しだった。迷いなかった。すごいな。電車を見ながらゴザソーロ。いや、いいですね。はい、では続いて4人目。行きましょう。大阪市、住之江区からお越しの前原さつきくんですね、タイトルは、はい、動物園のキリンです。こちら、おお、はいはいはい、動物園やね、これは。ほんまや、キリンだもんな。動物園に見に行ったの。
見に行ってはない。見に行ってはいない。見に行きたいな、でも。想像で。想像や。想像や。ここには行ったことあるやろから。焼き付けたよね、だから。想像で描いたよな。想像ですごいな。想像で。天王寺動物園、キリンいますよね、もちろん。天王寺動物園は行ったことある？行ったことある。ある。はあるんだ。そうやね、大阪に住んでるもんな。うん。動物園とキリンって言うのね、まあ、確かに天王寺あんまりもう総称だよね、天王寺、そうですね、まあまあキリン有名なんだな、キリンはまあまあいますからね、はいはい、ね、うんうんうん、まあまあそうか、みんなやっぱそうか、みんなかね、一個目レオの手も変えてるし、そうですよ、キリンはまあまあそうですよ、いますからね、わ、うん、かりました、では続いて、はい、5人目西島優キちゃんですね、はい、タイトルはハルカスと動物たちです、こちら、あーいいですね、うん、ハルカスと動物、動物たくさんよね、すごい子供のやっぱ感性とは不思議ですね、うんうん、エレベーターを下向きに行くよっていうこの意思表示矢印が下に急に矢印を書くあたり、それを下行くんよね、あれはなかなかできないですよ、あれは大人じゃできない、いやあれは本当に素晴らしいですよ、できないわ、子供やからこそ書けるやつやもんな、ハルカスは行ったことあるかな、おりますなかなか渋い、基本みんな元気な俺のせいかな、大丈夫確かにちょっとびっくりしてるか、ね、ちょっと怖いかわからないです、うん、知らんかったらただの変態ごめんな、そうです、一番の敵ですから、何か子供からしたら、ね、ごめんなほんま、パパだからハルカスを描いて、いろんな動物が、ゾウさん、まあ、鳥だ、ゾウだ、ライオンがな、うん、いやいいわ、太陽もすごいよ、なんかほんまや、オレンジと赤で、ね、やっぱりすごいですね、発想が陰と陽みたいな感じで書かれてるよ、すごいな、すごいわ、なかなかやっぱ大人では書けない、いや2色でなかなか書かないですよ、いやすごい感性、やっぱりいいですね、では褒めてるよ、褒めてるね今褒めてるよ、そうです、他のところ誰もけなしてないよそんな顔せんといて、うん、実はでは最後6人目いきましょう、6人目東住吉区からお越しの下村喜一君ですね、はい、タイトルはハルカス VS ルシアス、いやいやいやハルカスビーム出てますね、いいじゃないですか、これは楽しいね、これは どっち側のビームなの、これはどっちかルシアス側のビームなのかハルカス側のビームなのか、ハルカスハルカス側、ハルカス側が攻撃してきてると、ハルカスビームが出てね、しかもなんかルシアス側がじゃあバリア張ってる、ルシアスバリアを張ってるって、あなるほど、ほんまやバリア張ってるね、あれルシアスが、そういうことやね、聞かへんねや、なるほどなるほど、もうどっちも悪者みたいな顔ではあるよね、ちょっと目が赤い、顔つきはちょっとどっちも悪者感はありますけども、正面見てお互いの方は見ずに攻撃し合う子供ならではの、いやこれはいいっすね、面白い、色使い二大ヒーロー、やっぱりスパイダーマンバットバットマンみたいな、じゃあ、以上の、6作品でございますけども、はいはいはい、どうですか、いやー素晴らしいのがやっぱ揃いましたね、さすがね、やっぱこう、その6作品まで絞られてますから、そうですね、やっぱね、はい、いっぱいあるね、応募の中からね、そうですよ、ゆきちゃん、無の顔で、無の顔してね、本当にトラウマ並んどいてね、はい、いやすごい、どれも本当にやっぱ子供ってね、はい、やっぱり感性が豊かですから、はい、本当にね素晴らしい作品揃いました、はい、ありがとうございます、はい、さあでは、この6作品の中から、はい、最優秀のいいですか、発表でございます、いいですか、もうちょっとまあそうですね、でもねだいぶ悩みましたよ本当に、はい、悩むでしょうこれを、悩みました非常に、一番最、はい、もう優秀作品なわけですからね、そうですね、とも本当にですね、最も優秀な作品、はい、そうなんですよね、ね、いいですね、どれも本当に素晴らしいですね、こうつつけがたいと思いますよ、いや本当にこうつつけがたいですけども、本当に、はい、ハードゲーが決めてもいいんですかね、絵は
は認められてますから、はい、芸能実力だけはちょっとね皆さん認めていただいて、はい、本当に僭越ながらですけどね私が決めさせていただいてもいいですかね、はい、よろしいでしょうか、はい、では発表お願いします。はい、それでは発表いたします。私の阿部の天王寺イラスト大賞小学生以下部門最優秀賞は金田れなちゃん。すごい目で見てました今。OK じゃないんですよ。それではですね、最優秀賞に輝いたレナちゃんには、レーザーラモン123よりアポロルシアスお買い物お食事券1万円分と表彰状が贈られます。おめでとうございます、はい、じゃあ読ませていただきます、はい、表彰状最優秀賞金田レナ殿、あなたの作品は私の阿部の天王寺イラスト大賞において特に優秀と認められました。よってこれを賞します。平成29年8月19日アポロ会会長工藤圭一、そしてレーザーラボ HG、 おめでとうございます。持てるかな、持てるかな。これもありますね、これね、お食事券、お食事券、はい。あ、行きましたね。持てるね、持てたね。どうかな、最優秀賞になったけども、はい、嬉しい、よかった、よかった、よかった、嬉しい、ね、コメント重たいな、これちょっとな。決め手みたいなのはありますか。うん、いや、どれも本当に素晴らしかったんですけども、はいはい、本当に、まあ、レナちゃんの色彩豊かで、はい、はい、そうですね、本当にこのなんですかね、水彩の使い方というか、はいはい、こういうグラデーションとかこの筆のタッチ残す感じとか、確かに普通こうねベタ塗りしちゃうんですよね、はいはいはい、よく、うん、でもそれをこうなんかジョン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 ってこう筆のタッチ残しつつ、すごいこれなんかあの雰囲気もありましたし、はいはい、画面いっぱいに書いてて素晴らしかったですね。なるほど、そういう風に受賞ということでございます。改めて大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。さあ、この他の後ろの5名の入賞者の方にもですね、はい、アポロルシアスお買い物の食事券2000円分が後ほど送られます。はい、ありがとうございます。ではですね、最後に皆さんで記念撮影をしましょう。撮影は、はい、ブレスの皆さんと入賞者のご家族のみとさせていただきます。よろしくお願いします。はい、まずは全員でじゃあ、記念撮影しましょうか、ね、はい、はい、それでは続いて、はい、中学生以上大人部門のアポロルシアス賞の入賞の皆さんに登場していただきましょう、はい、どうぞ。では自分の回でイラストもで登場していただきましたので1人ずつ紹介していきましょう、はい、まずはですね、中央区からお越しというか、まあ、今日は欠席でお休みされているということなんですけども、はい、杉尾ひじりさんという方、はいはい、杉尾さんが描いたイラストをまず見てもらいましょう。後ろのモニターに出ますので、ね、はいはい、タイトルは今と昔の共存と都会の動物園です。どうぞ。はい、おお、ちょっとお休みで来てないんですけど、色鉛筆ですかね。そうですね、色鉛筆のみで、優しいタッチですごいっすね。こんなに描けるんですね。いや、すごいっす、あの五重の塔のね、はい、ディテール、はい、細かいところまで、ねえ、ライオンのあの毛もすごいな。いや、すごい書き込みがね、いいですしね。やっぱこの鉛筆、あ、色鉛筆ならではのね、構図的には僕のやつとほとんど変わらないですよ。いや、どういうこと。だいぶちゃおう、だいたい同じ感じですけど、動物と、あれを全部引き離して書きゃあなるよ、動物と建物と、はい、ちょっと隙間があって大きいだけでこれ一緒にすなよ、一緒にすな。まずはこちらの絵ね、はい、いや、素晴らしい作品です。ナンバーワンでございます、はい、そしてエントリーナンバー
は2番目、はい、2人目大阪市住吉区からお越しの、三上これはのぞみさんですね、のぞみさんです、はい、のぞみさんが描いたイラストは、タイトルは 3D シネマワクワク阿部の動物園上映中です。なるほど、こちら。おなるほど、なるほどね、見てるんですねこれ、動物たちがね、はい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 、映画を見ている動物たちと、ね、みんな僕のねコスプレして見てますよね、違いますよ、はい、違う、あれ 3D 用のメガネですか、 3D 用のメガネですか、あれは、はい、いや、これは何で描いたんですか。ポスターカラーで描きました。え、ポスターカラーですね。ポスターカラーでこんな色彩豊かに、中学校で使うやつですね、ポスターカラー、ポスター、ポスカー、これってどれぐらい、時間はどれぐらいで描いたんですか。週間ぐらい1週間対策ですね。対策ですよ、細かいね。え、なるほど、すごい。シネマ若上の天の地上映中、ね、はい、これがエントリーナンバー2番目でございます、はい、覚えてください。では3人目、3人目は京都府京田辺市からお越しの中山大輔さんですね、はいはい、タイトルは世界でいっちゃんおもろい街やから笑顔が咲くんやろです。こちら。おこれはこれでまだ、これは何で書いたんですか。あのコピックというマーカーで、はい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 、マーカー、いや、あなたもうちょっとそういう仕事してるでしょ。このプロの漫画とかも使うねやつなんですよ、水彩っぽいね、はい、タッチをペンで出せるというので、はい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 、すごい便利なやつあるんですよ。ジャンプの表紙とかの書いてるやつがそれの時は、ああいうのですか。それ使ってる人もいますよね、漫画家さん、プロの漫画家さんで、はい、すごいですねこれ。そうなんですよ、聞いたことないですよ。あ、そうですか。コピック、コピックね、もうすごい色の種類あるんですよ本当に。200色ぐらいとかもうね、ザラにある、いろんな細かいね色の具合があってすごい。中でも今回は1色だけでというのも一緒、1色だけで、統一してね。時間はどれぐらいでかけたんですか。時間はね、あの一夜にして仕上げましたね。一夜にして仕上げましたね。だからちょっと寝込んじゃったんです一回見え満たされてますけど一夜にして、一夜にして、すごい鼻につくコメントでしたね一夜にして、一夜にして、はい、こちらが、漫画家さんで、漫画家さんなんですか。そういうわけではないです。そういう仕事をしてるの。全くです。全くですか。はい、もうなんかそのあ、そうなんですか。もともと書いてる仕事の人みたいなね、なんかね、本当に、はい、プロでもね、おかしくないぐらいの、ありがとうございます、はい、そうですか。おじいちゃんから教えてもらいました。このおじいちゃんから教えてコピックもえ、なんかいろんな人いますけど、これは別に誰とかいうわけじゃなくて、あ、これも全て身内。あ、身内なんですね。へえ、なるほど、身内の、はい、なかなか濃い身内がいるんですね、はい、全員悪人みたいな顔になってますけどちょっとなるほどね、こちらがエントリーナンバー3人目の中山さんの作品でございました、はい、では、はい、続いて4人目いきましょう。4人目は阿部の区からお越しの日高真央さんでございます。タイトルは都会の涼風ホットンクールですね。こちら。うわ、おお、すごいですね。ちょっと抽象っぽいね、はいはいはい、イメージもちょっとねあって、はい、すごいなこれは。すごいですよこれ。なんかありますよね、こういうのなんか、重ねたら重ねたところ色ちゃうみたいな。はいはいはい、はい、あるある、なんかね、これその動物はこれ何匹かくれてるんや。確かそういうクイズみたいになってまうけどね。キリンがいる、数えてるやん、書いた本人が数えてるやん。え、キリンでしょ。キリンおってサイおるやろ。マントヒヒかな、あれなんだろう。コアラもいるでしょ。コアラ逆さ向いてるキリンもあるよ。 4? 鳥とマントヒヒとコアラとシロクマです。 あれは塔の一番上のあれ人間ですか。あ、お化けちゃうもん。あれ塔の一番上はもうお化けや。あれ当てる人いるね急に。人違うやん。あれは上の部分でしょ。あれは塔の上の部分なんですよ。上の部分ですよ。あ、上の部分。あ、なんか身投げする前みたいな。身投げする前やめてちょっとかがんでるもんね。こういう風に見えるもんですよ。なるほど。へえ、これは何で描かれたんですか。デザイン画集っていう絵の具で。デザイン画集、デザイン画集、絵の具、アクリルじゃなくアクリルのやつかな。
クルではないです。アクルではないんだ。いろいろあるんですね。なんか美術部かなんか、美術科の学校に。ああ、やっぱりね。なるほど、美術科の学校に行って、ね、これは反則になるんですか。ドーピングやない。プロでやってるわけじゃないですよね。選考の時点で落とすやん。そうだ、そうです。ドーピングやなと思ったら、ね、ここまで残ってきててドーピングやとはならんから。そうだな、うん、なるほど。制作時間は4日ぐらいです。4日、やっぱかかんねんな、それぐらいな。いかかるよ、これ細かいよ、やっぱこの色の、ね、一気に描きたいけど、ここやっぱ色分けなあかんからね。そうですよね、これやっぱり、ほんまですね。これは細かい作業ですよ、本当に。頭おかしくなってけえへん、なんかせっかくここをなんかこういう色で塗ったりしたら、そうやね、変な感じになってくるよ、ね、ちょっとね、なんか分かれになってくるもんね。何色やったっけみたいなね。なりますよね。いや、でも細かい、素晴らしい作品でございます。すごい。では続いてですね、続いての、5人目、これもすごいよ。5人目は、阿部の区からお越しの片山遥さん、タイトルは夢の宝箱阿部のですね。こちら細かい、細かい、すごい細かい、すごい。どんちょうですか。どんちょうじゃない、バクじゃない。どんちょうの刺繍、どんちょうの刺繍でこういう感じで細かい。うちの劇場もこれにしてくれたらめっちゃ盛り上がる。すごい細かい。これ、ね、どこから書いていくの、これは。ほんまや。まず動物園のとこから書きました。明日のね、全部下書きしてから動物園の方から。あ、これな、何、これは何で塗ってるんですか。これボールペンとなんかあの水彩ペン、使い分けて、はい、すごいですね。すごい、これは結構かかったんちゃいます、時間。どれぐらいかかりました。かかってるよ。ちょっとずつやって1週間ぐらい。あ、まあね、集中力もあるんですからね。集中力持たんやつよ ね, ね。いや、これはもう、あーってなるよね。やってたら、ね、やってたら、いや、でも好きやから絶対大丈夫。これほんま何時間でもできるもんね、こういう作業ってね。好きやったら、好きやったら、うん、結構折れずに最後までできた。1回、1日3時間ぐらいで、うん、ようやく。あ、1日3時間で3時間しかやっぱ持たないんですよ。なんぼ好きでも。え、まあね、肉体的なもんもありますからね。そうですよ ね, ね。でも右から書いていったらいいのか、左から書いていったらいいのかみたいなね。手が乗るからピシャッとなったりするんちゃうかみたいな、はいはいはい、はい、いろんな心配とか。そういう意味では多分左から書いていったんかな。ね、そうですよね。左からね、夢の宝箱阿部のということで、はい、いや、素晴らしいです、はい、さあ最後、はい、6人目、東住吉新区からお越しの竹藤ちゃんさんですね、はい、タイトルは夢の中です。こちら、わー、これはまたこれでなんかこの阿部の天王寺町並みをね、ちょっと企画っぽい、はい、模様にして、うん、これはでも ここを書いて書きはったんですね。あー、なるほど、ここの感じを。本当だ、これの中にそのいろんなその柄である感じのね、そうそうね、細かいやつ。だからこれだからなんですかね、これ見てそのまま描いたわけじゃないですから、その自分のこの感性をこう入れていくのって結構大変というか。あ、そうですよね。こうね、オリジナルのこのイラストをバーって重ねていってますから、非常に大変な作業です、これも。もともとがこう見えてるわけじゃないですよね。いや、そういうわけじゃないやろ。もともと僕こう見えてるんです。怖すぎるやん。そういう天才の人怖すぎるわ、それ。なんかそれはそれで。いや、なるほどね。これは何で描かれたんですかね。ペンと絵の具で描きました。この部分は水彩の部分。はい、ですね。ここはペンで。はい、ペンで描きました。結構細かい作業ですよね、これは。これで細かい。どれぐらいの日数で描いたんですか、これは。3日間ほどで描きました。あ、やっぱ分かりますよね。これの場合はでもやっぱ考える時間だいぶいりますよね、なんかね、デザイン的なもんが。すぐもうインスピレーションでパッと、やっぱりそう見えてるんじゃないんですか。違う疑うちゃんと俺らと同じように見えてる、ね、見えてる。なるほど。あ、そうなんだ。でもこれ全部ね、決めてスタートするわけじゃないですもんね。こんな感じかなみたいな探り探りも多分あるんじゃないですか。そうです ね、探り探り、イメージもね、パッと湧いてきたりとか。ね、はい、こちらの夢の中でございます。以上の6作品でございます。はい、はい、
どうでしょうか。これ難しいですね。いや難しいですよね。普通なんかそのジャンルというか、まあこれテーマは決まってますけど、はい、例えばまあ鉛筆だけとか、はいはい、水彩でとか、はい、こう狭められたらまだあれなんですけど、やっぱね、はい、それぞれのやっぱそうですね、その画材があってデザインがあって描き方があるんで、はい、全然違う、全然違う、どれもやっぱ素晴らしいなっていう。そうですね、はい、プリントも全然違います。いやこれは本当に先ほどよりもかなりやっぱり悩みましたね。はい、いいでしょうか。いいですか、本当に私が決めて。あとでクレームやめてくださいね、本当に。本当にあの熟考して考えましたんで、私。はい、はい、分かりました。では発表の方よろしくお願いします。うわ、ちょっと待ってくださいね。うん、ですよね。いや、まあね、日数とか聞いたらああってなりますよね。一週間かけたいなと。そうですよね。いや、そうなんですよ。まあ一晩で書き上げたみたいな、ね、言ってます。いやでも、ね、逆に損みたいなやつ。一夜にしてですよ、一晩で。一夜にして一夜です。一夜干しみたいな感じですね。一夜干し。じゃあ僭越ながら、はい、でお願いします。はい、私の雨の天王寺イラスト大賞中学生以上大人部門最優秀賞は、三上のぞみさん。おめでとうございます。GG さんよりアポロルシアスお買い物お食事券4万5000円分と表彰状が贈られます。4万5000円、はい、表彰状、最優秀賞、三上のぞみ殿、あなたの作品は私の阿部の天王寺イラスト大賞において特に優秀と認められました。よってこれを賞します。平成29年8月19日アポロ会会長工藤健一、そしてレーザーラモン HG、 おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。でこれですね、4万5000円分、すごい分厚い、股間経由で。どうぞ。股間経由。最悪や。おめでとうございます。おめでとうございます。どうでしょうか、はい、受賞されましたけども、大好きな尊敬しているレーザーロモン HD さんに選んでいただいて、もうすごく嬉しい。本当ですか。大好きな、尊敬してる。よかったです。さっきの子供にらんでましたからね。よかった、ね、よかったわ。よかった、そんな言ってもらえて。ポイントは何ですか、ね、ポイントは、どの作品ももちろん素晴らしかったんですけど、やっぱこの阿部の天王寺っていういろんなね、いいところがあるのを、はい、どうまとめるかという、そうですよね、ところで、この映画館で動物たちが見ててっていう、そのなんかこの一個の場所に落とし込んだ感じのアイデアも良かったですし、はい、あとあのにすごい色彩も豊かで、はいはい、カラフルで良かったですね、本当に。いや、はい、そういうところがポイントだったということで、はいはい、改めて大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。優勝者の方にはですね、アポロルシア総買い物お食事券1万円分が後ほど送られますので、おめでとうございます。ではでは、最後に皆さんでまた同じように記念撮影をしますので、よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、言ってくれてるわ。おかしい。あ、いいですよ。いいです。あ、いい写真ですね、これ。お疲れ様でした。3人にはね、はい、業界勤めていただきましたが、はい、お一人ずつ感想をお聞きしていきたいと思います。はい、小林さん、がっつりと進行していただきました。はい、いかがでしたか。そうですね、小さい子供がね、絵を描くというのはなんかすごい楽しいなと見てて、でやっぱ大人は大人ですごい、ね、実力をバッと出してくるなみたいな感じで面白かったですね、見てて。はい、はい、ありがとうございます。では続いて HG さん、いかがでしたか。はい、そうですね、本当にコロナりして初めてこういうことをやったのは、やっぱりなるほど、イラストの最優秀を決めるなんていう大役を任せていただいて、はいはい、でも本当皆さんの作品素晴らしかったですし、はい、やっぱ絵ってまあ才能もありますけど、やっぱ描き続けることが、大事だと思うんで、本当にそれぞれの個性があって、まあ、あまりこう、ね、優劣つけるもんじゃないんで、はい、ぜひ皆さん描き続けてもっともっと上手くなっていってほしいですね。はい、はい、ありがとうございます。衣装を考えた方がええんちゃいます。今後のこういう仕事のことも考えて。でも記念撮影の絵面が、ね、はいはい、すごかったですよね。よかったですね。一応、花はありますけど、ね、花は自信あるんで、花がありますけど、
人集まってきますからね。では最後に石森さん、いかがでしたか。はい、そうですね、僕がまあ言うことではないですけども、さっきの大将 の、 あの子供は睨んでましたね。それ言うのないよ、文字にされるやつ、ね、選ばへんかった、ヤンキーが睨む感じの下から上をこうやって睨んでましたからね。そして下上下上って睨んでましたから、あの瞬間が一番面白かった。この瞬間チョイスしてるシュールな絵です。石森さん目の付けどころがちょっとやっぱり違う。いや、すごかったんで、はい、ありがとうございました。では皆さん改めて大きな拍手でお送りください。レイザーラモン HG さん、そしてモンスターエンジンのお二人でした。